沖田雄義、改め、沖田雄大です。いや、アクション沖田雄義です。お願いします。さあ、今日はですね、絶賛公開中の細田守監督の最新作、竜とそばかすの姫行ってきましたー。ちょっと今作品に限ってはね、沖田雄大という本名を明かして言おうと思うんですけど、僕は今、自分の本名を明かし、自分の素顔をさらけ出した上で感想を言っているというのを踏まえて聞いてください。僕はこの映画嫌いでした。もちろんね、めちゃくちゃいいシーンいっぱいあったし、この作品のことが好きだよっていう人はね、否定する気なんて一切ないの。あくまでも僕個人の感想になるんですけど、僕はこの映画のことが嫌いだったんですよね。なので改めてこの作品について、ネタバレありで徹底的に感想を言っていこうと思いますので、まだこの作品を見てないよとかネタバレされたくないよっていう人はこの動画見ないでください。まあ、今作ね、まあ、その仮想世界っていうのが舞台になってるんですけど、まあ、Twitter とか YouTube とか、ま、SNS よりももっと究極の仮想世界の形みたいなのが出来上がってる U という世界で、片田舎の女子高生がこの U の世界でベルという歌姫に扮して大人気になっていくと。この U の設定が俺、結構のっけからんってなっちゃって、この U の音声ガイドラインみたいなのから始まるんだけど、それが U は、なりたいあなたになれるみたいな歌い文句で始まんのよ。で、この U の世界ではね、アズって言われる、まあ、いわゆるアバターっていうのが自分の代わりにね、行き来してるわけですよ。で、このアズっていうのが、勝手に自分の写真を撮って、この U 側がなんか自動作成するらしいのね。いや、なりたい自分になれんやん。肝心のそのアバター、アズは、勝手に向こうが作っていくのよ。俺のこの細い人への目とかさ、俺のこけた頬とかもさ、アズに反映されるわけでしょ。それなんかすっげえ嫌で、なりたい自分になれんなーってちょっとつまずいちゃったのよ。で、そっから音楽がすごい好きだったんだけど、過去のあるトラウマから人前で歌うことができなくなったと。でもこの U の世界では自分をさらけ出して歌うことができるっていうような気持ちの変化をしていくわけ。もうこれいいじゃないですか。ね、仮想世界とはいえ、ありのままの自分をさらけ出すことができると。そっからビルはね、歌姫として成長していくんですけど、結局最後ね、アズではなくて、本物の自分の姿として、この U の中で、自分をさらけ出すのよ。で、本物の自分の姿のままで歌い始めるのね。俺、この結末の仕方が、めちゃくちゃ古いなっていうか、結局そこに落ち着くんだっていうのにがっかりしちゃったんですよ。今の時代さ、ま、いろんな音楽っていうのが生まれてきてさ、それこそね、名前も明かさんでいい、もちろん顔も明かさんでいい、年齢も何もかも全て不詳なままで売れる時代になったじゃん。その曲を作る人も、その曲を書く人も、その曲を歌う人も、全員が身元を明かさなくても売れる時代になったわけじゃん。自分の作りたいものを素性を明かすことなく世界に発信することができる世界になったわけじゃない。それなのにもかかわらず、この作品では結局片田舎の女子高生であることを50億人に晒して初めて歌って、そこで初めてみんなが涙して、あーいい曲ってなるのがめっちゃ全時代的でステレオだなって思ったんですよね。今それをしなくても売れる時代になったし、自分の正体を明かすことがありのままの自分を明かすっていうことに直結してるようになっちゃってて、そんなことないじゃん。今作ってね、途中ディズニーの美女と野獣を完全に意識したような場面っていうのが入ってきてて、まあ、今作の鍵を握る竜っていうね、この竜の中ですごい毛嫌いされている、まあ、竜っていうアズがいるわけよ。で、この竜の正体は一体誰なのか、この竜というのは一体何がしたいのかっていうのを、もう竜の中にいるみん、もう竜と竜ややこしいな、ほんで。そんな中でベルは彼の孤独というのにいち早く気づいて、彼の心をほどいてあげたい、彼の心に寄り添ってあげたいっていう気持ちのまま彼に会いに行くわけよ。なら、この彼の住んでいる城っていうのがもう完全美女と野獣、いっぱい咲いたバラみたいなのを見つけて、秘密の花とか言って出ていけ、もう完全美女と野獣。美女と野獣っていうね、往年の名作っていうのを新時代のアプローチで解釈していくっていうのはすげえ面白いと思ったんですよ。で、それをいわゆるこう SNS と現実っていうのに投影してね、野獣の姿、見た目と本当の自分の中身っていうのが、今の世界では SNS の世界と現実の自分っていう、本当の自分と外面の自分っていうのを投影しているっていう描き方は、まあいいとは思ったんだけど、まあそれもちょっと古いじゃん。その現実の自分がありのままの自分とは限らんじゃん。むしろ正体も隠すから、むしろ匿名だからこそありのままの自分を出せる人っていうのもたくさんいると思うし、今の時代それがなんなら当たり前になってきてるじゃん。それがネットのいいところでもあり、悪いところでもあるのよ。匿名性が高くなったからこそ人の悪口っていうのを簡単に書き込めて、人のことを簡単に傷つけることができると。これはまあ匿名だからこそ起こりうる問題点だと思うんだけど、でもその問題点だけじゃなくて、逆にね、その自分の身を守ったまま自分のやりたいことをやれるっていういい点っていうのに全くね、こうアプローチできてないというか、所詮ネットもネットなんだから、みんな現実世界の自分をさらけ出していこうねみたいな感じになってんのよ。いや、それが古いのよ。で、僕はね、あえてその自分の本名、まあ沖田雄大っていう本名をあえてさらしたんですけど、それでも俺は YouTube では沖田雄義っていうね、 YouTube の名前でやって生きてるし、
まあ、今後もネットでは沖田雄義でやっていくのよ。それでいいじゃん。なんでその自分の名前を明かすことが自分の正体を晒すことがありのままの自分を解放することにつながるの？自分の名前を自分の身分を自分の全てを隠したままなりたい自分になれるのがネットのいいところでもあるから、そこにもっとね着目してほしかったんですよね。じゃあね、なんでそのリスクを背負ってまで彼女は自分の正体を50億人に晒したのかっていう理由がね、まあその理由にあるんですけど、まあ彼はね、実はお父さんに虐待されていて、そんな彼を救いたくて、彼を救うために彼女は自分出したわけですよ。で、このなんかさ、この、でもこの正体明かすときもさ、なんか後ろでとやかくなんちゃらなんちゃらみたいなの、しのぶくんだっけ？俺しのぶくんすげえ嫌いなんだけど。何あいつ？後で忍くんのことは言うわ。で、彼の身元というのを特定して、無事彼を救出する作戦に出るんだけど、高知に住んでいる主人公が、東京にいる龍、お父さんに虐待されている龍の元に会いに行かなくちゃいけないと。一応さ、これさ、もう暴力を振る DV 親父からか弱い少年二人を守らなくちゃいけないっていう、めちゃくちゃ難題なミッションなわけよ。それを女子高生一人に高知から生かすか、大人がついていけよ。で、案の定、親父が出てきてさ、女子高生をもう、タコ殴りにしようとするわけよ。おいで、彼女の顔というのをひどく傷つけるのね。もうそうなるじゃん。大人がついていけよ。なんで女子高生に生かすの？なんで子供たちだけでこの問題を解決させようとすんの？それは良識ある大人が間に入って解決するべきじゃん。ほんならね、まあ、そんな彼女の勇気というのに心震わされて、龍は僕は立ち向かってみせるよって言うわけ。立ち向かわんでいいんよ。大人が守ってやれば済むんや。子供だけで戦わせようとするなよ。暴力を振るうようなね、クソタレ親父から大人が守ってやんなきゃ。で、そのなんか子供神話っていうの？子供たちだけで何でも解決してみせるみたいな、そこの描き方もすげえ古いっていうか、ええー、っていう。全く俺は感情移入できなかったし、大人何しよんって思っちゃったのよ。主人公以外の脇役を、脇役にしすぎっていうか、なんで忍くんが嫌いなのかって言ったら、忍くんがいまいち何者か分かってないからなのよ。ちっちゃい頃自分救ってくれた初恋の相手なんか知らんけど、なんか急にね、今まで多分そんな素振りなかったのに、急に腕がって掴んで、大丈夫？なんかあったの？って。もう十何年の時を経て、この十何年空白があったにもかかわらず、突然この劇中で廊下で手握って、なんかあったの？って言うの。これめっちゃ意味わからんくない？で、主人公はもちろん驚くわけ。え？忍くん？なんで？すず、なんかあったの言えよ。いや、どうしたん？この十何年間、じゃあお前は何をしとったん？ちゃんとね、それまでもいろいろあったんかもしれんけど、なんかこの作品の中では、急に忍くんが彼女に近づいたみたいな描かれ方をしてたわけよ。で、それが、俺は、脇役を脇役として描いてるなって思っちゃって、俺それすっごい冷めるの。この作の主人公はね、すずちゃんであり、ベルデアはあるんだけれども、でも脇役を脇役として描いたらもうそれってダメじゃん。脇役にもさ、彼らが主人公の人生があるわけじゃん。忍くんには忍くんの人生が、龍には龍の人生が、他の人には他の人の人生があって、それぞれがそれぞれの人生を歩んでいる中でのこのすずっていう女の子にあえてフィーチャーしましたよっていう作品じゃないといけないわけじゃん。でも今作はすずちゃんを立たせるための脇役なんです私たちっていう立ち振る舞いを全員がしてて全く入り込めんかったんよ。途中ね、なんかその、手繋がれて急に、忍くんに、すずって言われて、で、主人公びっくりしちゃって、手振りほどいて逃げるっていう場面があるんだけど、まあ、この忍くんっていうのが学校の超人気者なわけ。だから女の子からすごい妬まれて、グループラインでもうすげえ叩かれるのよね。で、これもなんか、その、手握られたあの事件から、結構な時間経ってこれが急に起こるのよ。その作品の時系列はそんなに時間経ってないのかもしれないんだけど、その、見ている作品の、時間？わかる？その、流れている作品の時間の中では、なんやかんや一悶着あった後に、忍くんが付き合ってんのね、どういうこと？みたいな。で、そこにちょっとなんか、このタイミングでそんな都合よく炎上するかな？みたいな。脇役の人たちにもね、もうちょっと掘り下げて欲しかったっていうか、で、そこを描く時間がないなら、もう省いて欲しい。今作って、U と現実、仮想とリアルっていうのを行き来するっていう構成になってるんですけど、U の世界では、龍と一悶着あって、でリアルの世界では、まあ、学校生活が結構いろいろあってっていう、結構ね、その、どっちの世界でもいろいろあるから、なんか、どっちに感情移入していいか分かんなくなっちゃうの。どっちを描きたいの？どっちの世界もなんか俺の中で中途半端になっちゃったから、
あんまり感情移入できなかったんですよ、全体的にね。で、あとね、その演出面でも俺あんま好きじゃないところがあって、いわゆる仮想世界 U の中で、まあ、50億人の人々がね、この U っていうのを使っていると、その中で、まあ、いろんな人っていうのがね、まあ、顔が見えない、匿名だからこそ、いろんな声っていうのを出すわけよ。で、それを、いろんな人の声を当ててね、ナレーションしていくの。ベルはどこに行ったの？ベル歌って、ベル大好き、ベルなんてなんだよ、あーみたいなのを U を使っているユーザーの声というのをわざわざ肉声としてあれでやってるんだけど、俺この演出すっげー嫌いなのよ。 SNS というのを創作物の中に落とし込んだ時に映像表現でよく使われる技法でね、なんか Twitter とかまあそういうのもそうなんだけど、炎上しているっていうのを表すためにわざわざなんか声で当てるみたいな、すげーダサいし、それって俺根本的にずれてると思ってて、その声を出す勇気がないから匿名でアンチコメント打ってんのね、あいつらって。自分の肉声でその人に言うことはできない、その人に意見をすることができないから匿名でやってんの。顔が見えないから、安全圏だからっていうのでやってんの。だからその声を出す勇気がないやつのアンチコメントを声を出して読んでいるっていうのがすごい俺はね、ちぐはぐっていうかずれてるのよ。それができないからみんな匿名でやってるんだよになっちゃって、そこがね、俺の中で辻褄合わなくて、そういう演出が俺すごい嫌いなんだけど、それがね、前半めちゃくちゃ多用されるのよ。ベルベルベルみたいな、もうすっげーきつーって思っちゃって、結局その U を通して今作が伝えたかったメッセージっていうのが、未成年の女の子が正体を明かして50億人に顔を晒して初めて人々の心を動かすことができました、ちゃんちゃん。え？フル？そんなことないようにしないと。今の時代は。これまではそうだったけれども、こっからの時代はそんなことないよ。これからの時代は変わっていって、ネットの世界も現実の世界もいわゆる混同して、ネットでありのままの自分を出す人もいれば、現実でありのままを出す人もいる。その生き方っていうのはそれぞれで、どれにも答えはないし、ネットだから本当の自分を隠しているわけじゃないんだよっていうことに、の描き方をしないと、これをわざわざ令和にアップデートして描く必要なかったじゃんになっちゃうの。だから俺は総じてこの映画が嫌いでした。ただね、そのまあこうやってさ、タラ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 さ、まあ今作の起きた中の不満点っていうのを言ってんだけど、ただ今作それらをさっぴいても見に行ってよかったなって思えたシーンがあって、入道雲のシーン、クラス1の学校1のマドンナの女の子とね、主人公が縁側でね、なんかこう和気あいあいと恋話してるっていうシーンがあるんだけど、そこでね、綺麗な青空に入道雲がドカーンとそびえ立ってるっていう場面があるんですよ。この描写いけつないぐらい綺麗だったな。俺このシーンだけでもう見に来てよかったって思った。これをスクリーンで見れてよかったな。あとなんかその細田守はさ、そのちょっとツンデレな闇深そうな男の子か、何にも考えてない天真爛漫なおバカな男の子、この二人しか男子知らんの。相変わらずだなっていうキャラクター描写なんかはね、細田守監督らしさなんかが爆発してて、映像自体はすげえ良かったっす。灯籠みたいな、心臓の玉みたいなのがわーってなるシーンもなんかいいシーンやな、グッときた。あーいいシーンだなって。あくまでも起きた個人の感想になるので、署名あくまで個人の感想です。苦点です。以上、起きた遊戯でした。バイバイ。今髪型のこといじろうとしたやつぶっ飛ばすからな。ちょっと髪型やばいよね。わかる。起きたが今一番思ってること。起きたが今一番自分の髪の毛キモいなって思ってる。誰よりも。鏡で見るために思ってる。キモ？え？これキモ？え？まあいいよ、これが僕なんで。今多分、アズでスキャンしてもらったらもうほぼ、ちんぽんになると思う。ごめん。まあ、髪は切るわ。んで、リンとそばかその姫ね、別に全然、私は好きでしたよとかは、全然ご自由に書いてください。以上、アズでした。